あ、終わりましたね。神ポジ。きっと増えるでしょうね。嘘だろー、マジかい。おっぷの。これどうすればいいの？どうすればいいの？これ。そんなバカな。そんなバカな。ちょっと待ってって。いや急に剛力よ。あれちょっと待って、剛力あやめになるのやめて。ちょっと待って、これどうすりゃいいの？これはどっち？正解は越後聖火。ちょっと待ってこれやば、まずい。あったあった。いやちょっと待ってって。ちょっと待って、四足歩行からの剛力あやめはダメだって。怒られない？俺今のネタ。いろんな界隈に怒られない？ ZOZO 社長に怒られない？大丈夫？とりあえず足音はするね。いや、あれがどんどん強くなっていくってこと？てか足音が全然聞こえねえや。聞こえねえやじゃない、逆。消えないわ。出ていいのかどうかわかんない。ちょっと拉致が開かなそうだったら危険承知で出ますか。バカバカバカ。これはダメですね。うんぼかあー、やっぱり目の前で隠れるとダメだね。うん、いや多分ね、もうさっきのエレベーターの下りで多分切り替わってると思うね、前編後編が。で今外出たよね。よしよしよし、オッケー。ここにもシェルターあるね。オッケー、シェルターの数が増えてきたね。さあ、お、マップがあった。ちょっとこれ、しゃめっとくか。しゃめるって言う。今、スクショだよね。しゃめるって言わないよね。まあ、とりあえずは一旦見て、今、紙質。あ、袋小路で、第3モジュールに行くんだよね。なんか第5モジュールまで行くとか言ってたような気がする。これがエレベーター。あ、いや違うわ、これ新しい部屋だ。新しいセーブポイント。うわ、逆か。さっきもう追われた時にはもうこっちに寄せられるから、いやらしいねこのゲーム。反対側に持ってくんだね、いやらしいね。ちょっと警報器使ってみる？わあ、ちょっと目の前でした。いやでも反応するね。ちょっと待って、しっかり見よう、しっかり。ここしっかりおびき寄せよう。これでちょっとおびき寄せられるかどうか、しっかり見よう。ね。
ちょっとよく音聞け、よく音聞け。いやー、うっそ。よく見つけました。あかーん。よしよしよし、なんかね、多分だけど今ね、ちょっと多分カットしてる部分があるんだけど、ちょっと今マップ開くけどね、まずこれね、これ見よう。これ今修理モジュール2369ってあるじゃん。この番号がないと、実はね、この実験室って書いてるとこの先がね、進めなくなってた。要は、パスワードが必要になってた。だから、何の音これ。パスワードが必要になってたので、この番号をまず、集めて、そんで、おわ、入ってきた。あのパスワードを使って、あそこのみ、うわ、マジか。バレんのか。いや、ちょっと待って。消火器使おう、消火器使おう。ちょっと待ってね。ああ、ダメか！これ繰り返し使えないんだ。実は追いつけない説。ちゃんと走ってれば。開いてなーい。あ、終わりましたね。神ポジ、皆さん神ポジ見つけた。意外と足は遅いな。なるほど、エレベーターの方戻ってきたとしても行き止まってるんだ。あ、こりゃダメだ。チャンス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 。2369。オッケー。開いた開いた。よしよし。爆発検知、モジュールを修復してください。全モジュールの整備担当を招集しました。全モジュールのセキュリティ担当を招集しました。補助パーツをつないで、大破部分を修復してください。いやー、めんどくさいこと言ってるね。パーツを集めて修理をしろって。で、このボタンは？はあ、なるほど。これ、道が回転する感じか。ボタンによって。なるほど。で、バケモンはどう組んだこれ。まあ、そこが塞がったから、ああ、いいですね、いいですね。これで、エイリアンは、後ろの方から来ないんだ。ふんふんふん。なんか、まあ、ちょっと、普通にやっちゃってるけど。なんか普通に正解にたどり着いてんだけど。んで、これは？そうなるね。ねえ、ここを回転させて、
もう一回同じ。あ、いいんだいいんだいいんだ。これでいけるんだ。はいはいはい。いや、当たってるけど、いいのかな？こっち先来ちゃってよかったのかな？ゲート解放。で、これで、敵も、こっちに来るってことだね。嫌な音したね、今。で、今、大倉庫。オートセーブが入ってるので、まあ大丈夫だと思うんですけど、大倉庫、第3モジュール。このまままっすぐ行けるってことはないよね。なるほど。あそこ塞がないと進めない。ってことだよね。いや、すげえ雰囲気あんな。やっぱね、攻撃手段がないって怖いね。なるほど。これでエレベーターの先の閉じてた方が開くから、セーブ室行きたいね。お、パーツ。材料を台の上に。ちょっと待ってね。まずセーブさせて。セーブ室は、裏か。これか。はいはいはい。うんうん。一応アンチっていう扱いなんだね。まあ、ここにロッカーがあるっていうことは、ここの部屋もセーフティールームってわけじゃないんだ。逃げ場所としてはいいけど、敵は入ってくるよっていうところだね。はい。じゃ、ちょっとね、はい、ちょっと編集でどうなるかわかりませんが、一旦ね、ちょっと休憩させてね。一旦ちょっとで、ね、ここで切ります。はい。前回のセーブ地点から始めていきましょう。ちょっと編集でどうなってるかわかりませんが。だいぶしっかり丸一日空けました。あのね、集中力がね、なくなると。いるね、ゴーリキあやめ。そういえばゴーリキあやめって言ってたね。怒られないかって心配しつつ、ゴーリキあやめって言い続けるね。怒られるよね。やっぱこのステージもいるんだね。当たり前だけど。まあ、耳とかどうなんだろうね。なんかちゃんとしっかり歩いているんだけど。こんなに感度低かったか。ちょっと感度上げるね。チェイス。いるね。ちょっとチェイスで、結構しっかりとね、向きたい方向に向けないと危ないので、結構ね、反応が大事になってきてる。これちょっと走ってみる。そんなに耳は良くない、かな？かな、すっごい不安な間があったけど。よいしょ。あー、向こうがあるね。はい。NEO 社の、試験用マウスを受領。H 社の、植物培養液を受領。AM 社の整備フレームを受領。受領書。微小重力下で植物培養液供給の安定程度を調査。長期間の、隔離環境における生態リズムへの影響を調査。なんだろうね。実験室ってことか。実験室だけど、これが関係あるの？ちょっとね、一日間を置いたので、何をするか、ちょっと、あ、そうだそうだ。アイテムっていうかさ、修理アイテムが必要だっていうふうに言ってたね。そういや。で、どこにあるって？それが。熱っ。わー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 、ちょっと待って、これ、おっそ足。よいしょ、よいしょ。ふらー、ふらえ。ちょっと待って、
逃がして逃がしてちょんまげ。ほい、大丈夫かな、入ってこんかな。やっぱ反応いいね。今中入ってきたけど外出たね。動きわかんねえな。よし、いいタイミングでロードしたかな。ここは、あ、これ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 で、はい、なんで今反応した、なんで今反応したの、何に反応した、俺走った今。これで第3シェルター行けるってこと？いや、そんなうまくいかないでしょう。なんか、ちょっと待って。地図見たい。地図。来てないよな。あ、これだ、これだ。ごめんごめんごめん。これだわ。普通にこれです。ん？パイプを修理してく。え、パイプ。ん？あ、これじゃ足りないんだ。足りないね。これだけじゃ足りないんだ。あ、ここに来てなかった。そうだそうだ。いや、入ったんだけど、ここの存在忘れてたな。青材、緑材、木材、青材、木材で紫材。あ、そっかそっか、修理キットがあっても素材が足りないってことか。素材製造装置で使用する材料を選択、材料注入装置で、注入を開始、機材緑材紫材で、なんかバイオワンを思い出す。これか、注入した材料をすべて破棄。はい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 。なるほどなるほど。来てる？あ？型が注入されてません。なるほどなるほど。え？これ開く？ここ開ける？あやつ。こっちには来てないな。じゃあいけるいける。ちょっと待って、これ順番に入れた方がいいかな。機材。はい。こうね、はい。で、あ、違う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 。緑材。紫材、はい、これでいけるわけだ。これ大丈夫？これ大丈夫？これね、しゃがみとかがないからね。あいつ耳悪いな。うん、はい、これで、あそこが修理できるわけだ。赤いところ。よし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 。いや、悩んだ悩んだ。ちゃんと、くまなく、部屋を見たと思ったんだけど。気のせいでした。気のせいでしたっていうか、見落としが、ひどかったね。ちょっと悩んじゃった。まあ、ちょっと編集で短くはなってると思うんだけど。あ、これか。さっき。書いてたネズミは。さあ、まあこっからチェイスでしょうね。またこの雰囲気だと。なんか嫌な一本道だね。あ、ムービー。いや、そんなことはなかった。考えすぎ、考えすぎおじさん。
そう。いや、雰囲気でもすごいいいよ。なんかね、なんか割とシンプルに見えてすごい緊張感が。なんです？ん？何の音今？なんか落としたね。あ、ここに隠れる場所。嫌だね。いやらしいですね。あ、そういうことか。シャッターが壊れたってこと？うわ、何これ。1階2階で、今現在地、こう今そこの鍵っていうかスイッチで開ける扉が階段のとこで、うわー、セーブしていきたいなー。第4モジュールがここ。うわ、結構やること多いねこのゲーム。うん、じゃあまあここ開けましょう。何かあるでしょうけど。え、あ、そういうこと。こっちに行くんだ。いや、バカ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 。入ってきたね。なるほど。で、こっちがセーブルームだよね。確かさっきのマップで言うと、え、ちょっと待って、露出してない？セーブルーム露出してないですか？なかなかあのデザイン性に富んだセーブ室だね。いや、これアンチではないね。登ってくんじゃないか、この感じだと。ギアって書いてあるね。ちょっと先にゲート見たかったな。入ってきて、こう回っていって、ここ何、ここ、ここに地下。あ、そういうことか。地下に行くにはここ通れってことね。じゃあまずは、まあちょっとセーブしたので、この辺りしっかり見ていきましょう。何このボタン。あ、リアクターが止まって、あー、そういうことか。リアクター室ってあったね、さっき。地下1階リアクター制御室で、リアクターを再起動後、中央のギアを調整して動力を伝達してください。伝達が完了すると電力が復旧します。そうしないと第4セクターって、違う、第4モジュールに行けないってことね。なるへそなるへそ。で、これいやらしいことに4箇所あるわ。ブザーないかな。ブザーこっちに一回寄せたいけど。なあ、マジで？ほっ。なんであいつ反転してきたの？行きましょう行きましょう。おっぶねー。よし、じゃあまああいつが向こうに行ってくれたので、これはこれでラッキー。ちょっと待ってね、マップが分からん。あ、これか。行こう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 。あれ、これ下に行ってる？そういうことじゃない？気のせい？キョッキョッキョ、リアクター室。うんうんうん。他社から受領した実験用マウスの健康状態が悪化した。引き続き微重力下で健康状態をチェックする。マウスが肥大化し体毛が抜け落ちた。第2モジュールが爆破した。モジュール修理のため増援は要請された。マウスのことが心配だが、モジュールの修理に向かわねば。何？あいつはもしかしてエイリアンじゃなくて実験の、実験の結果
謎の進化を遂げた生物ってこと？実は地球外生命体じゃなくて。近いですね。これちょっと後ろを追っかけていった方がワンチャン安全説。いやこれは下に降りてきても、うわ何汚い、どういう物理演算。バカやっぱそったれ。いやまずい、死ぬやも知れぬ。ちょっと待って、せっかくだからセーブさせて。リアクター室まで行ったからね、せっかくね。で、あいつが下に行ったタイミングで、起動させよう。いるね、そこ。なるほど。ここでいいな。いや、違う。ここ。はい。いやー、ちょっと待って、お兄さん。なるほどね、そこね。はい。わかっ。ちょっとね、消火器を使い切っちゃったからね。まずいね。ん？反応しない。え？なんかそこ徘徊してんな。押せない。そっちにある？もしかしてスイッチ。え？ないよね。お？なんで動かなくなったんだ、これ。え、ちょっと待って。これ動かないとまずいよね。ん？これじゃないのか。え？ああ、動かせる。ここにさ、ゲロ吐かれると、スタックするんだよ、これ。これ、ちょっと、バグですね、多分。今ね、ゲームをね、ローディングし直しました。実は。うん。で、黄色いゲロが、なくなったことによって、進みました。ふぅ！いやー、動いた。オッケー。セーブしよう。しっかり。で、第一ゲートが開いたって言ってたよね。いや、でも第4モジュールのことだろうね。ふぃ。ちょっとセーブ。いや、結構難しかった。歯車の噛み合わせによって、上下しきらない時があるから、そこ注意しないと、結構悩んだ。ちょっとゲロちゃんのところは修正が入るかなとは思うのですが、リアクター室行った後に、いやマジで、え、ちょっと待って、マジでごめん。え、ここ待って待って、かここ待って、ちょっと待って、失敗した。あーおち。ちょっと油断した。すげえ油断した。あいつがあっちまで行ってくれたら助かるんだけど。そこね。よしよしよし。
これでだいぶ戻ってくるまでに時間がかかるから、で登ったところに確かスイッチがあったはず。そうねそうねそうね、うん、よし、オッケー。おっと、ドン。いい演出ですね。なんで、え、お、ちょっと待って待って待って、お、デスピサルみたいになった。ちょっと待って、一気に進化しすぎじゃない？あ、なんか足速そう。ちょっと待って、行くか。ちょっと足速そうだなあいつ。ちょっと序盤からあれしちゃったけど、消火器使っちゃったね。リアクター、警報器がここ。リアクターがここ？ちょっと待ってね。で、誰に待ってって言ってんだろう。うわー、赤と青。赤と青？なんだろうね、この扉の色。ちょっと気になるね。開閉室レッド。ま、これだろうね。この二つを開けないと開通しないのか、もしくは片方だけ開けると片方閉まるのかっていうとこだね。はい。じゃあちょっとね、モジュールが、移動しましたので、今回はちょっと切りよく終わりたいなと思います。うん、結構悩んだので、うん、いいかなと思います。はい。それではご視聴いただきありがとうございました。今回は。この辺で。